大和駅は特急から各駅停車まで全ての電車が停車いたしますが、今回はあえて追加いたします。この電車はこれから普段お客様のお乗せして走ることがない東鉄厚木線に入り、電車は引上線の小判線に参ります。思う存分私の手をお取りください。ミステリートレインにご参加いただきましてありがとうございます。この電車は15時14分発特別列車相鉄線ミステリートレイン3号です。柏台駅出発後16時21分に柏台駅に戻るまで約1時間降りることができません。お手洗いがご心配のお客様は出発前にお知らせください。なお出発時刻5分前にドアが閉まります。必ず出発時刻5分前までにお戻りくださいますようお願いいたします。ドアが閉まるまでお戻りにならなかった場合にはご乗車になりませんのでご注意ください。お手洗いに行かれるお客様は乗車口の係員まで申し上げください。新型コロナウイルス感染症対策のお願いです。乗車中は必ずマスク着用の上大声での会話をお控えください。また水分補給以外のご飲食はご遠慮ください。ソーシャルディスタンスを確保するため走行中の他の車両への移動はご遠慮ください。お客様のご協力をお願いいたします。本日は特別列車相鉄線ミステリートレイン3号にご乗車いただきましてありがとうございます。出発まで今しばらくお待ちください。本日も相鉄線ミステリートレイン3号ご参加いただきましてありがとうございます。当列車15時14分の発車です。まもなく出発をいたします。なお電車出発後大きく入れることがございますので お座りいただけますか。お立ちのお客様は首から結びにお座りください。まもなく電車が発車いたします。ご注意ください。Thank you.
せいたしました。この電車はただいま柏台駅を出発いたしました。さて本日皆様にご乗車いただいております電車は1番系です。この電車は JR 東日本東海道線総武線などで2002年2月から登場いたしました電車 E231 系と同じ旧式の電車を導入し、それをもとに川西鉄道独自の仕様に変えていただきました。人と山頂への移動者と南北に住む人の経験を志願し、バリアフリー及び環境により一層配慮した電車といたしました。現在有料編成が3編成、有料編成が5編成、合計70両活躍しており、ご乗車いただいております1701編成は同列イメージカラーのネイビーブルーに塗装されております。この車両は今年で収益20周年を迎えました。それを記念いたしまして、今回は1万系のレンジで皆様をお迎えいたします。大和駅は特急から各駅停車まで全ての電車が停車いたしますが、今回はあえて通過いたします。通過する車両をお待ちください。2度のポイント2つ目です。塚本駅では3番線に到着した後、電車は引き上げ線の5番線に参ります。5番線は主に塚本駅到着の電車の折り返しなどに使用しますが、これも通常はお客様のご乗車はできません。折り返しの車窓や様子をお楽しみください。
のお客様ご注意ください。電車が発車いたします。通過した後の発車となります。発車までお待ちください。本日も高鉄線ディスプリートレイソングをご利用していただきまして誠にありがとうございます。あ、大丈夫です、ごめんなさい。お客のお客様、手すりやスピーカーにお捕まえください。この先電車が入れます。ご注意ください。電車は早いうちを出発いたしましたが、さてここで見どころポイントを進めです。次の駅にある大和駅左線を通過いたします。本で上り線、左線の両方の通過点ですとなります。通過点の車窓や様子をお楽しみください。
電車は隣の駅を通過いたしました。車窓などを楽しんでいただけているでしょうか。さて、お待たせいたしました。ここで見どころポイントを4つ目です。この電車はこれから普段お客様のお乗せして走ることがない東鉄厚木線に入り、厚木操車場へ参ります。厚木線に入る前に、東鉄厚木線にご紹介させていただきます。厚木線は東鉄本線の柏台、伊比賀間の途中で向かう線路があります。柏台、伊比賀間にございます相模国分信号所から厚木操車場までの 2.2km、 全線が単線区間となっております。この路線の歴史は古く、大正15年、相模鉄道の前身であります陣中鉄道により開通し、その後、相模鉄道が九州合併を行いました。その後も厚木線は旅客営業を行っておりましたが、伊比賀駅が開業し、厚木線の旅客営業は廃止され、貨物線として利用されてまいりました。1998年9月に厚木基地へのタンク貨車による燃料輸送が終了すると、東鉄線の貨物列車は廃止となり、現在厚木線は厚木操車場への車両留置や新型車両の搬入のみに利用されております。電車はまもなく厚木操車場に到着いたします。右側にはもう一本線路が現れてきましたのは JR 相模線の線路です。この見える相模線と同じ線路は現在の見える相模線を皆さんに中央にいます。相模線路の発車であったことをご存知でしたでしょうか。この線路についてご紹介します。先ほどご紹介いたしました日中鉄道が開業した横浜、厚木間などを九州合併し、日間を合計すると 61.8km になっておりました。しかし太平洋戦争によって現在の JR 相模線区間を国に強制買収され現在に至ります。また現在のJR 相模線との関連では、新しくデビューする東鉄の電車が製造された工場から
JR 相模線の線路を使って運行し、 JR 相模線の線路から東鉄厚木調布場へと進入されます。今お客様がご乗車いただいております一番系電車も JR 相模線を使って東鉄線に入ってきたわけです。企業のことから JR 相模線と東鉄線、路線であったことをご紹介させていただきました。さて、東鉄の厚木調布場では10分間停車し、折り返しの準備を行います。皆様、進行方向右側、当電車区の副駅長が手を振っています。よかったら皆さんも手を振ってください。皆様ご協力ありがとうございました。信号を通過いたします。再度景色をお楽しみください。皆様、右手をご覧くださいませ。小田急連接の車両基地が止まっております。先ほど写真撮影をお忘れになった方々は、今が最後のチャンスとなっております。思う存分小田急線をお取りください。
ただけましたでしょうか。当日では今後も鉄道ファンの皆様には沿線の皆様にお楽しみいただけるイベントを開催してまいりますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。まもなく柏田駅に到着いたします。柏田駅では4番線に到着し、右側最後の動画が開きます。皆様お気をつけてお帰りくださいませ。本日はご乗車いただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。